どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。というわけでやっていきましょう、ウルトラマン対ヒッポリト星人の対決が、迫ってきました。いきましょう。とりあえずゾフィーが、あ違う、あゾフィーの力吸収しやがった。おいゾフィー兄さん強えんだぞお前、マジでやりやがったな。負けてらんねえな。しかも全然ダメージが、ちょっと待って、あもういきなり、うわお、なに、あ急に諦めるな、ウルトラマン。光の戦士の本当に強さは、お平和を守ろうとする、その精神にあるのだ。あーって、ゾフィー、何よ。ちょっと、お二人とも、ちょっと、カラータイマーが、私の魂の力を、何、おカラータイマー止まった。うるさいぞ、死に損ないめ、ああこの野郎、次は貴様マンだ。このクソ、下道精神がやってやろうじゃねえか、これーうぇい、もう今度はどんなに助けてと言おうと俺はもう助けねえかんな。正々堂々戦ってやろうじゃん。と思ったけど意外と這いつくばって言うセリフじゃねえんだよな。言って。ヒッポリト星人強いけど俺は今ゾフィーの力を得たからね。負けてらんないですよ、これは。痛い。あらークリア、ちょっと思いっきりこれは、あー、マジミスったな。せい思いっきり、あーって言って、ミスったな。しっかりちょっと狙っていかないとですよね。だから、いざという時は、クレイシャーキン、あ、ミスった。ああ、ミスターってか止められたんですね、あっさりと。なるほど、近すぎると止められちゃうっていうのがあるんですね。これ、相手のヒッポリト星人のゲージがマックスで溜まってるとなると、何でしたっけ、ブロンズ像の必殺技が来るんで、それは気をつけましょう。いつ来るかわかんないから、じゃあ、ほどほどに近づかないようにっていう感じで。あ、痛い。いつ来るかだよな、それ怖いんだもん。下手に触っちゃいけないから、そういうのに。ちゃって、あー、危ね、よっしゃ、ナイスガード。おー、ダメだ。うーん、強いな、でもそれでヒッポリト星人、普通に。なかなか勝てるもんではない。おっと、なんだ、今の。あ、来た。気をつけて。あれ、触んないように。触ったら、ブロンズオンされる。今の、紫色のやつ。怖いな、そしたら。痛い。ちょっとやばいな、自利品だな、これ。危ない、やばい、触る、逃げる。よし。危ない、あーって言って、お前寄せるんじゃないよ、わーやばい、触る、危ない。よし。危ない、危なかった、今。これで、むしろなんか、ヒッポリト星人をさっきのブロンズのところまで運んでやりたいんだが、よっしゃい、あ、馬乗りが意外といいかもしれない、これ。相手に、逆転の、よっしゃい、お、勝った、イェーイ、勝ちました、ギリギリ。大丈夫か、ソフィー。ね、ああ、なんとか生き延びているようだ。ああ、それはよかった。逃げましょう。ギリギリ勝ったといったところでしょうかね、本当に。もうだから本当に、もう危ないと思ったら、躊躇なく必殺技を打ちましょう。キャラクターはブラックキングが使えるようになりました。おう。あ、ヒッポリト星人、あ、もうどんどん使えるようになってくるんですね。ストーリーやっていくうちに。なるほど。これはいいわ。はい。ゾフィーの様子はどうですか？先ほどまではだいぶ苦しんでいたか？だいぶ落ち着いたようです。あ、それは。すいません。ちょっと音声の方が切れてしまいまして、続きやっていきたいと思います。とりあえずゾフィーが、やられてしまって、3日間は安静。あなたよりひどいやられ方にしています。マジか。そうですか。うん、ゾフィーがこうなったのは私の責任です。私がゾフィーの分まで戦いましょう。大丈夫かな？そのことだがウルトラマンよ。ヒッポリト星人を倒した精神の力は実に見事だった。うん。他の兄弟たちからも精神の力を受け継ぐことができれば、ゾフィーの穴を埋めることも可能だろう。しばらくの間、トレーニングで力をつけるのだ。はい。ゾフィーのためにもトレーニングに励みます。だそうな。行きましょう。よし、今回は誰と訓練しようか。セブン、ジャック、あ、選べるんだね。タロー、エレオ。とりあえずここはじゃあ、誰にしようかなーっていう考えたんですけど、まあ、順番で言ったらセブン兄さんかな。行きましょう。セブンからちょっと精神の力を手に入れていきたい。手に入れるっていうか、いただきましょう。せっかくなんで。何か得られればと思うんですけどね。頑張っていきます。セブン兄さん何か教えてください。えい、どうも。何？四角攻撃を当てたとき、三角を押せば連続で攻撃が出せる。何度も練習してタイミングをつかむのだ。了解です。行きましょう。相手の体力をゼロにしろ。こりゃ！うぇい！とりあえずだからこのセブン兄さんを倒せばいいんだよね。この音楽は夢ですよね。おぉ！アイスラッカー、相手！さて、容赦ねえな、やっぱり。うわぁ！いって。
ウルトラマンの技って結構なんかプロレス系が多いですから、なんか多いですよね。こうやって見ると、おーちょっと待って、ダメージがでかい。あー、いやいや、強い、強い、セブン強い。強そう。もう、かく、うわー待って、待って、俺の戦う余地がないんだけど。早い動きが、しかもコロナしか。それぞれ違うんでしょうかね、なんかそういう特徴といいますか。ウルトラマンは結構なんか重い技が多いみたいなイメージ。セブンはどっちかといったらテクニカルタイプみたいな。スピードなのかな、どっちなんだろう。なんかそんな印象があるんですよね。まあどんどんダメージ与えていくしかないっすよね、こればっかりは。行きましょう。うわー、いってえな。訓練なんだからもうちょっと優しくていいでしょうって思っちゃうんだけど、それはもうヒーローとしてダメかな、それを言ってしまえば。うりゃ、おー、危ない。うわー、なんだなんだ、ちょっと待って、待って、うわー、ちょっと待って、セブン、セブン兄さん強い、痛いちょっと待ってよ、ずるいよ、なんだ今の。セ、兄さんそんなダメージ与えます？すごい、今なんか連打でバーやってきたけど、痛かったぞあれ、さすがに。さあ相手もそれなりに、ここはちょっとひたすら決めて当たれ、すごい、お、外れた、よい。じゃあこれでもう一回、うい、兄さんごめん、いただきます、うい、あ、ました、うん、もう一回当たればラッキー。ああ、やばいやばい、やられやられる。くれ！よっしゃい。ちっちゃい技でも当てていくんだな、これが。エレキングの力で強化された怪獣は電撃を放つのか。組み合わせによって。あー、ま、いろいろあるんだね。今回誰と訓練しよう。あ、あと4回、そんな5回もやるんだ。なるほどね。じゃあ、ジャック兄さん、ジャック兄さんじゃねえ。セブン、ん？ウルトラマンの立場からしたら兄さんじゃねえや。まあ、でも、うん。まあ、我々に、人類からしたらそれはもう兄さんだからね。見ていきましょう。はい。帰ってきたウルトラマン主人公、ジャック。相手に切り込まれたが、焦らずガードしてカウンター、あ、カウンターがあるんだね。あー、なるほど、なるほど。行こう。はい、あ、これ、なるほどね。各、なんか、ウルトラマンの、なんか、ちょっとオープニングになってるんですね。君の胸に、ウルトラの星ってやつだって確か。わー、おっ！間違えてたらごめんなさい。今、適当に、ノリで歌ってるんで。痛いな。みんななんか乗り上げ方がなんか乗り上げ方と言いますか、ちょっと馬乗りの仕方がまたリアルなんだよな。まあいいや、うい、この野郎、くれ、せい、あ、外した、クソ。ウルトラマンとなんかジャックの必殺技って若干似てるところはありますからね。ただジャックの方がなんか使えるアイテム的なもんがあるので、なんだっけ、ウルトラブレスレットだったかな、そういうのがあるので、ちょっとそれは気をつけていきたい。いって、かっこいい今の、何、危ねえ、今なんかやろうとしたぞ、今、ウルトラマン。ジャック、危なかったー。よし、ジャック兄さんはそこまで、まあ、なんか意外と苦戦はしなかった。おーっと、共に投げ。綺麗。うわー、さすが、おー、待って、何、うわー、スペシウム光線食らった。いって、あんな軽く出せるもんなんだ。くれー、八つ咲き降臨、立ち上がったところにシャキンと、おりゃ、くれー八つ咲き降臨と見せかけて普通の、光線みたいなね。ヒッポリとか使っていた特殊、あ、能力を吸収とかできるらしい。はい。じゃあ次は、エース兄さんでいこうかな。エースさんって、5回か、結構多いな。まあいいんですけどね、別に。そっかそっかそっか。やっていきましょう。エース。あー、これ5人全員とやったら多分効果あるんでしょうかね、きっと。三角を当て、必殺技、カンパス。あ、そうなんだ。なるほど、なるほど、なるほど。ちょっとやってみようかな、じゃあ今度。だから、いつまで結構必殺技をガードされたりとか、避けられたりしちゃうんで、今のちょっと、アドバイスは割と有効かもしれないですね。うわー、いけ。ちょっと待って、エース強い、エース強い。くらえ、到底！よいしょ、いいダメージ入るよ。花やくからの星に僕らの願いが届くときだったね。なんとなく、覚え、なんとなく知ってるんですよね。ふわっとした感じですけど。まあ僕ら、平成の人間にとってやっぱり、こう、あ、ちょ、なんか必殺技、なんだ、あの手は。怖い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 。いやいや、なに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 、何あれ、手が光ってんだけど。ゴ、え、なになになに、ちょっと、ゴッドフィンガーか何か、痛い。あ、電撃？電撃技？ちょっと待って。なになになに、やめない、ゴー、やめろやめろ、おぶねおぶね、2連続でなんてこと、うわー、これはとりあえずクレイ、あ、だから今の間髪入れずにひたすら決めろってことなのかな、待って、危ない、うわーちょっと
エース兄さんガチじゃねえか。終わっちゃったよ。ちょっとエースには勝ちたいけど、とりあえずタオロレオがいるなんじゃ、タロウ兄さんとやるか。うわぁ、強いんですけど。マジか、ちょっと待って。あんなちょっとカンパス入れて必殺技食らうと思わなかったもんでびっくりしましたわ。行きましょう。タロウ、お願いします。ジャンプ攻撃は出るのは遅いですが、当たった後そのまま連続技になったり、強い技が多い。あー、なるほどなるほど。ジャンプ攻撃ね。はい、行きましょう。俺、タロウのオープニング一番好きかもしれないですね。あと、レオも好きかな、割と。ま、タロウが一番有名かもしれないですね。もしかしたら曲で言ったら。行きましょう。うわ、痛い痛い痛い。ウルトラの父がいる、つって。いいっすよね、この感じ。そうして太郎がここにいるっていう感じで、なんかこうやっぱりちょっと懐かしさもあり、また未だに懐かしの名曲っていうのかな、いわばいいっすよね。紅白でも確かなんかありましたよね、そういう。まあ僕あんま見てなかったんで、くらーい。お、すげえ、なんか宝大魔の色が、音が違う。ちょっとそんなになんか正直倒すのに苦労はしなさーそう。待って待って待って、嫌な予感がする。ストリーム構成、マジかマジか、ちょっと待って。うわー、ガードの方法が分かんなかった。おー、一気にやべえ、一気に流れ変わった。マジか。うわー、なんだ太郎。おー、待って、急に太郎の動きが良くなった。マジか。にちょっと太郎、うおー、待って、やばい、逆転負けあるぞこれ。待って、太郎逆転負け。いや、そんな劇的なことは嫌だ。くらえー、シャキン。あ、まず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 、痛い。腹重にやんじゃないよ。三角やってすぐに間髪入れずにシャキンと。あ、まずやばい、自利品になってきた。うりゃくれー、シャキンと。よっしゃい、危なかった。ふぅ、今回の戦いも大変でした。でも黒幕を倒して一安心ですね。まあなんとかね。うん、じゃあ最後に、じゃあレオとやろうかな。エースに勝ちてえなー。これ全員に勝ったら何かこうメリットっていうか、いいことがあるのかなと思う。多分なんかいいことがあるみたいなパターンだと思うんだけど、ちょっとエースに勝ちてえなー、これは。レオは確かあの、ウルトラ兄弟とはまた別なんですよね。手に入れたスピリッツは戦闘中でも、スピリッツ?どういうこと?ちょっと、まあやってみよう。よくわかんねえよ。相手の体力をゼロにしろ。はい。なんかちょっと多分、戦闘中に使うコマンドがあるのかな?なんか。L とかあるか ?L ではないですね。R かな?あ、R だ !R で何?必殺技がパワーアップ。あ、そうなんだ、これで必殺技がなんか強くなったりすんのか。あ、でもなんか体がなんか赤く光ってる。この音が光ってる時に、あの必殺技を出せば強いみたいなことなのかな?きっと。それともずっとですかね?戦闘中。だったらちょっとやってみようか。どれだけダメージがでかくなったか。ちょっとこれは。当たれ!せい!あ、避けられちゃった。ダメだ。避けられちゃダメだよなーっていう感じですよね。ちょっと待って。レオはなんかこう、空手技が多いな。確か主人公が空手家だったのかな?僕覚えてないんですけど。覚えてないっていうか、あんまよくわからないんですけど、偉そうなことは言えないんで。うりゃ!こんなのかかってこい。とりあえずやって、おーぱい!とりあえずこれで一気に、移動だ!よっしゃい!あ、いいダメージ入った。あ、でもこれはもう、あれか、ちょっと、そうですね、スピリッツ切れてましたね。スピリッツっていうか、あの効果。もうこれチャンスかもしれない、これは。一気に投げる。せい!あ、倒しきれなかった。まあいいや。で、これで当たればいい。あ、いや、全然違う方向行っちゃった。すーりゃ!もう一回!あ、痛い。うわーっと、危ねえ。なんか今、いけー、シャーキン!あ、避けられた。これ、三角で、うわー!なんだ?うわー!待って、レオがまた、なんだこのウルトラマンだし、追い詰められてからすげえ力を発揮する。これはアニメ同様、アニメってか、劇中と一緒で逆転負けする。やべえ、まあ、やられる。おりゃ、くらえ。危なかった。危ねえ。勝った。やはり最後のものには精神力ということですね。私ももっと鍛えなければ。よし、今回誰と訓練しようか。あ、勝った。あ、ウルトラの死も使えるようになるのかな、これきっと。というわけで次回へ行きたいと思います。お楽しみに。じゃあね。